をしましょう。背中心と、体の中心を合わせて地面すれすれに持ち上げます。右を先に折ります。ちょっと裾がこう上に上がるようにします。左が上です。これも少しこっちが上がるように10センチぐらい、5センチから10センチぐらい、はい、でここを細い紐で留めます。真ん中がお腹押さえながら紐を後ろに持っていって、ここで紐でお腹でギュッと押さえているのでどこも押さえる必要はありません。後ろで紐をクロスして前に持ってきて開くだけ。なるべく湯あき目が大きくならないように肩結びにして、余ったものは湯あいた紐に押さえます。おはしりは折り曲げるだけです。胸を包むように、こっちも胸を包むように、この胸と胸にかかっていないとこういう風になると引くずれがしやすいです。して合わせるときにここが首にぴったり襟がつかないで少し抜くと言います。抜いた方が色っぽいです。少し抜いて合わせて、そして綺麗に折ります。脇から手を入れて、ピンと張るようにします。胸重ねて開けます。これでこっちは伊達締め、少し太い伊達締めと言います。もので押さえておくと開くと木崩れがしにくいです。ボコボコしないようにちょっと脇にずらします。そして後ろシワシワになっている後ろを伸ばします。ここですね。手の長さぐらいですかね。半分に折って肩にかけます。顎で押さえると楽です。でこの辺から半分に折ったのを開いてきて巻きます。だいたい2周ぐらいですけども、まあ、帯によって、あと体の太さによって違いますので、それぞれです。で太いものを湯沸くので、この辺からまた半分に折っていきます。斜めに半分に折っていきます。そして細いところで湯沸きます。一回湯沸くだけです。手が上でここにこうして普通に一回湯沸くだけです。湯沸き方、帯の結び方はたくさんありますけれども、一回湯沸くので、これは盆踊りなどでいっぱい踊っても木崩れしにくいです。あ、絶対ほどけません。そして長い方がリボンになります。これも長さ帯によっていろいろですけれども、くるくる巻いていって折りボンになるんですけど、折りボンの真ん中ら辺にこの結び目が来るように折っていきます。そしてまとめて、この手が上にして、ここも結びます。普通にここに通して、でこっちの右の折りボンと今通した手をギュッと結びます。これでギュッと結びました。
番内側に入れまして、一回下から出します。そうすると帯がこうなってたものがギュッと上に向きます。この帯は上を向いているのが正解です。これは NG です。そしてこの結び目をここの帯で隠します。よいしょ。隠しましたら、ここが結び目なのでここが引っ込んでしまいます。それをこの手を丸めて枕にします。で、形を整えて後ろに回して出来上がりです。で、背中がもたついていないか、おはしょりを引っ張って横を引っ張ってピンとします。このはしょりの出ているところが斜めになっていないか